はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、白チュームの青写真、パート95、続きからやっていきたいと思います。日が落ちるまで、アスマ先生はこれまで検討したアプローチ、今現在構想しているアプローチ方法を聞かせてくれた。大前提にある思想は、脳の処理に直接干渉して、体が動いている時とほとんど同じ認識を作るというもの。そして一番の障害になっているのは、大胆なアプローチを行う時の被験者が確保できないこと。安全性が確保できていない方法を人体実験で検証していくわけにはいかない。だから先行研究を当たりに行くしかない。人々が地上にいただけの資料を挙げると、長い脳科学の歴史の中で飛躍的に成果を上げている期間が不定期にあった。戦争が起こった時だ。脳が健康なまま命を落とした死体が大量に手に入るし、逆に脳の一部を損傷して延命した人がいれば、損傷した部分がどういう役割を担っていたかがわかる。それによって人類の脳に対する理解は進み、その知識を使って新たな攻撃方法が編み出される。皮肉なものだ。地下に潜ってからの先行研究では成果の進みが大きく落ちる。少なくとも平和にはなったのだ。今俺たちが住んでいるこの新宿は、人類史においては村と呼ばれていた集合体が一番近いかもしれない。だが今のこの人類史を見ていると、地下の町同士の物理的なネットワークが発展すれば当然町同士の戦争が起こることは目に見えている。今の段階ではこの地下で意図的な殺人は滅多に起きない。だからこそアスマ犬は暗礁に乗り上げている。ヤッホー。顔を上げると労働を終えたヨナギが俺に手を振っていた。どうだった準研究員の初日。うん、充実してたよ。やり早めに着いたから本を読んでた。何の？脳の本。好きだね、ずっと読んでるじゃん。俺はうなずく。まあライフワークだよ。ヨナギの言う通り好きなんだ。俺は顔を上げてヨナギに微笑みかけた。それに今日からは仕事にもなった。ヨナギも微笑みを返した。私も探そうっと。シェイクスピア。そう、あと地上時代のイギリスのこと。準研究員になると借りられる本の制限は30冊まで引き上げられる。複数の研究員が参照するような書籍はとっくに電子化されているから、紙の書籍が奪い合いになることはほとんどない。実際有用な資料のほとんどはデータで手に入るが、それでも抜けは必ずある。本が紙で流通していた時の一次資料は紙の本なんだ。電子化の選定の際には必ず誰かの判断が入る。その情報に優劣がつけられている時点で一次情報ではなくなる。俺の不便な忘却障害をここで活用しないではない。俺はどんな些細な情報でも網羅的に脳にインプットできる。アスマ犬の方針と照らし合わせても、俺の頭の中にアイデアの種になる知識が広く入っている状態で議論をした方が絶対にいい。へえ。ねえカイト、昔のイギリスにも外食みたいな文化があったみたいよ。日本だけじゃないんだね。うん、イギリスにはパブっていうお店がたくさんあって、そこに集まった人たちが一緒に食事したりお酒飲んだりしてたんだって。うん、へえ。ねえカイト、うん、昔は女の人がお芝居しちゃいけなかったんだって。なんで？なんでだろうね。聞いてない。へえ、面白いな。こんな時代にシェイクスピアは生きてたんだね。カイト、ん？私も何冊か借りてっていいかな？うん、もちろん。やった。今日はね、西地区の水道管を交換したんだよ。水道管か、懐かしいな。あの親方みたいなおじさん元気？めっちゃ元気だよ。しばらく発電地区に派遣されてたけど、この前帰ってきた。カイトのこと話したら喜んでくれてた。偉い博士になるんだなって感心してた。博士号はもうないよ。準研究員と研究員だけだ。細かっ。もうカイト、それ以上勉強してどうするの？どんどん頭固くなっちゃうよ。まだまだだ。何一つ達成できてない。やっとスタート地点に立ったところだよ。ふーん、果てがないんだね、カイトの知識欲ってものには。科学者はみんなそうだよ。
知識を深めるほどに展望が開けていって、知りたいことはどんどん増えていく。いや、知らないと気づける範囲が広がっていくような感じかな。楽しいんだ。え？知ってることが増えていくのが楽しいからずっと続けてるんでしょ？楽しいのだろうか。いや、いつか楽しい時間を過ごせるように、俺は柳の方に顔を向けた。柳と一緒に楽しい時間を過ごせるように今頑張ってるんだよ。柳は目を丸くしてから微笑んだ。私、もう楽しいよ。十分。もっと上があるよ。俺は歩きながら頭上のオゾンレンズを見上げた。仮想の上には中層があるし、その上に上層民は住んでいる。それでも誰も地上を知らない。カイトと一緒なら私は仮想でも幸せ。でも中層に住めばもっと幸せになれる。知識と同じだよ。きっと仮想にいる俺たちが知らない幸せというのが上にはあって、それを知ってから初めてない時の不幸に気づける。そうかな。そうだとしても今の幸せが消えるわけじゃないでしょ。俺は中層の街並みに向けていた視線を下ろして隣のウナギを見つめた。まずは知ってみよう。もうすぐその権利を俺たちは、手にできるんだ。俺はヨナギの手を握った。今日は合成乳をもらってきたよ。俺は笑った。出雲に渡すと全部煮立てられる。ヨナギも笑った。いいじゃん、消化にもいいって出雲言ってたよ。それに落ち着くし、あの味慣れちゃったよね。それは言えてるね。俺たちは手をつないだまま仮想につながるエレベーターまで歩いた。さっき読んだ本に書いてあったんだけどね、昔のイギリスにはポリッチっていう料理があったんだって。ポリッチ。ヨナギが楽しそうな顔を俺に向ける。穀物を煮立てたものと牛乳がなんかこうドロドロ混ざり合ったもの。美味しいのそれ。いつも食べてるじゃん。穀物。コーンも穀物か。確かに煮立ててあるし、合成乳が入っていることもある。出雲の得意料理はポリッチだったんだよ。なるほどね。出雲にも教えてあげようっと。ただいま。ただいま。お帰りなさい。はい、今日の配給。ねえねえ、出雲が作ってる料理はね、ポリッチって言うんだよ。ポリッチ。ヨナギが嬉しそうにうなずく。出雲が俺の方に顔を向けた。心なしか困っているように見えたが、出雲はいつも通り無表情だった。穀物を煮立てたものと合成乳を混ぜたものをポリッチと呼ぶそうだ。うんうん、出雲がいつも作ってくれてるやつ。出雲の得意料理だよ。得意ではない。でも美味しいよね、カイト。え、うん。柳が不満そうな目を俺に向ける。少なくとも飽きないし、まずくないし、うん、得意ってことにしてていいと思うぞ、出雲。女の子喜ばせるの下手か。ヨナギが呆れながらため息をついた。ねえ、出雲ね、カイトってそういうところあるよね。今日の夕飯も出雲の得意料理だよね。合成乳あるし。準備します。キッチンに体を向けて料理を始めた出雲の背中を眺めながら、ヨナギは微笑んだ。ヨナギ、今から何か見せてくれないか。何かって？いつもの、何でもいいんだ。ヨナギの思考空間に匂いはあるのかどうか、それは確かめておきたい。オッケー。じゃあね。ヨナギはしばらく考えてから手を差し出した。その手を握る。見たことのない場所だった。周囲を見回す。本で読んだかつての欧州の街並みに雰囲気は似ている。ようこそテンベリッチへ。いつも通り喋ることはできない。行動の自由度はアスマ先生の、仮想空間の方が高い。ここはイギリスのテンベリッチ、演劇の街。私はオリビア・ベリー、女優。俺は首をかしげた。何よ、女優という言葉を作るの。私、オリビア・ベリーが。俺は空を見上げた。カイト？風が吹いた。空は青い。大きく息を吸い込む。匂いはあった。
だがこれは、俺は夜凪の手を離し現実空間に戻った。新宿の匂いだ。匂い？夜凪、ちょっと匂いを嗅がせてくれ。は？匂い？なんで？確かめたいんだ。私の匂いを？なんで？いや、オリビアの。早く。はあ？カイト何言ってんの？怖っ。大事なことなんだ。俺はもう一度柳の手を握り、目を閉じた。うやー！俺は姿を変えた柳にグイッと歩み寄り、その頭を抱えて鼻を近づけた。親しみのある匂いだ。これは柳の匂いだ。なに何なの？カイトどうした？何に目覚めた？準研究員になったからか？なんて夜凪の匂いなんだ？質問が怖い。最高だよ。オリビアの匂いはなんかこう、もっと大人の匂いなんじゃないのか？はあ？失礼じゃない。夜凪の頭に鼻を寄せて息を吸い込んだ。やっぱり俺の知っている夜凪の匂いだ。なんか初めて感じる種類の屈辱。だってこの時代の匂いなんて知らないし。知らない。なるほど。俺は夜凪から手を離した。あの街が新宿の匂いなのは、夜凪が外の匂いをそもそも知らないからか。テンブリッジの匂いはこの家の匂いではなく、仮想の街の匂いだった。イズボが作っているボリッジの香りも消えている。現実の空間の匂いではない。どうした、ヨナギ？頬をあからめたヨナギの瞳にうっすらと涙が浮かんでいた。変態性癖研究者！そうか。そもそもヨナギの記憶の中にこの場所以外の匂いがないから、新宿の匂いがそのまま再現されているんだ。ということは、しかも匂いだけ嗅いで終わりなの？ヨナギにいろんな匂いを嗅がせてみたら、あの思考空間の中の匂いも豊かになるんだろうか。そのはずだ。試してみる価値はある。つまり、聞いてる？アスマ先生の仮想空間とヨナギの思考空間は、その成り立ちが全く別である可能性が極めて高い。なるほどな。なるほどな。じゃねえよ、聞けよ。はい、ということで、今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。